アメリカ自然史博物館に展示される、ウィラメット隕石ウィラメット隕石に見られる、ウィドマンシュ鉄典構造ウィラメット隕石は、アメリカ合衆国のオレゴン州で発見された鉄、ニッケル隕石である。アメリカ合衆国で発見された隕石のうち最大の隕石で、世界の隕石のうちでも6番目の大きさである。発見地の近くには衝突クレーターは見られず、カナダに落下した隕石が、 氷河の力で発見地まで運ばれたと考えられている。ウィラメット隕石の形は釣り金型で、塩水系、重さは15.5トンで、タイプ3の鉄隕石に分類されている。成分の91%が鉄で、8%がニッケルである。コバルトとリンが若干含まれている。3.05メートル、1.98メートル、1.3メートルの大きさである。 特徴的なくぼみは大気に突入した時に生じるとともに、その後にトロイリコが分解してできた硫酸のために侵食されたと考えられている。ウィドマンシュテッテン構造は、ほんのわずかしか見られず、このことは、親天体が顕著な熱衝撃を受けた結果である。ウィラメット隕石は、オレゴン州のウィラメットバレーで1902年の秋に、 入植者のエリス・ヒューズによって発見された。発見当時、オレゴン鉄鋼会社の土地にあったが、隕石の重要性を知っていたヒューズは所有権を得るために、自分の土地まで90日かけて1200メートルの距離を移動させた。移動したことは発覚し、訴訟の後、法的な所有者はオレゴン鉄鋼会社となった。1905年にウィリアム・ダッチに26000ドルで、 購入され、ルイス・クラーク開拓探検100周年博覧会で展示された後、ニューヨークのアメリカ自然史博物館に寄付された。また、切り取られた隕石の一部が、欧米の博物館に展示されている。高さ1.37メートル、底面の一番長い部分が3.14メートル、短い部分が1.98メートルウィラメットの街は、 現在オレゴン市の数キロ西にあるウエストリン市に含まれる。この町の近くの森で発見された。ありがとうございます。